アメリカエンボディフィロソフィー社のマインドボディセラピーを習得後、直伝レイキと併用してカナダでヒーラー活動をしています。興味がありましたらご連絡ください。皆さんこんにちは。今日は毒親、親ガチャだからしょうがないって言って人生を諦めていませんか。そんな諦めないでくださいよっていうお話をしていきたいと思います。私が読んだ文献によりますと、毒親に育てられた子どもの特徴としては、悪いことが起きた時に自分のことを責めてしまう傾向があるというふうに書かれています。そしてその悪いことっていうのはですね、実際にはすごい大きなことでもそれをすごく過小評価して大したことじゃなかったなっていうふうにすり替える傾向もあるというふうに言われています。例えばですね、虐待を受けて育った子どもっていうのはですね、その虐待を受けた過去っていうのもそんなに悪いことじゃないよ、なかったよなっていうふうにすり替えているっていうふうに言われています。本当はですね、すごいボコボコにされていても、いや、あれは自分が何か悪いことしたから悪かったんだよ、それは自分が悪かったから親はそんな風にしないといけなかったんだみたいな感じでですね、ちょっとその虐待のことをすり替えて、そんなに大きくなかったよねっていう風にすり替える傾向があるという風に言われています。次に掲げる項目は心理的虐待、親が子供に行うよく見られる心理的虐待っていうのをご紹介していきます。はい、非現実な理想を子どもに抱き、それに失敗しないように、もしくは失敗した時に言葉や行動で傷つける。よく聞きますねこれね。親の気分によって子どもを感情のはけ口にする。非現実的な恐怖を植え付けて脅威を与える。これはね、鬼が来るよとか、あの図書館の人にすっごい怒られるよとかさ、そういう感じ。親はね、いい人でいたい、だから自分は言わないけどあの人に言われるよみたいなね。ずるいよねこれね。はい、フェアじゃない口論に負けそうな時、勝ちたいがために言う言葉や暴言。ちょっとこれナルシストっぽいね。子供のことじゃ、子供のせいじゃないことで子供を責める。例えばね、あなたは望んで生まれた子じゃないとか言って言われて育った子、お子さんもいらっしゃるって聞いたことがありますよね。あとはね、子どもの失敗をやめさせるために与える理不尽な罰。これね、子どもはね、結構失敗してもそれで考えさせることで一緒に学んで受けるんですよ。こうしたらどう思うかなとかね、これしたら何が起きるかなとかね、失敗してもそれは経験として、経験から学ぶことなので、親がね、そこまで制限する必要はないところもあるかなというふうに思います。子どものね、失敗は学びの場に生かせれば私はいいっていうふうに個人的には思っています。はい、この話をしているかっていうとですね、最近なんかあの毒親とか親ガチャとかっていう言葉がすごく一人歩きしてて、それだからしょうがないよねっていうふうに捉えて、それをあの親のせいにして人生を無駄にする方がたくさん増えてるんじゃないのかなっていうふうに思ったからです。これはですね、あのもしスピリチュアル界隈の方が言うのは、あなたはお空の上でどの家庭に生まれようかな、どの親にしようかなっていう風にして、この親だったら私は今回私の今世の学びを得るに違いないって言って選んで生まれてきたのだとしたら、今世の学びを投げ出したことになっても非常にもったいないよねっていうふうに思うわけですよ。そしてですね、私が声を大にして言いたいのはですね、あなたの親も子供だった時期があり、そしてあなたの親も親にもしかしたら同じような仕打ちを受けていたかもしれないよね。親も人間で、親としての完璧さを求めるよりは、あなたもそこから学ぶことがあって、そしてその親を初めて
許せた時にあなたも人として成長するんじゃないのかなというふうに私は思っています。たくさんの方が非常に辛い思いをして現実を生きているのかもしれないんですけれども、少しでも希望を持って自分の過去と向き合うことで癒されてまた現実が変わるっていうことも何度もお話ししていますので、ぜひ試みて、はい、ください。ということで今日は毒親と毒ガチャということに関してお話をしました。それでは皆さん今日も良い一日をお過ごしください。雨が降っている、ジン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 、雨が降っている、チッチッチッ、湖の中で保護、あ、全然覚えてない。私はタロット別日取りでタロットだけやっております。今日のタロット、毒親とか毒ガチャと言われる方々のその視聴者さんにアドバイスを1枚タロットカードからいただきたいと思います。マジで毒やすい、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 あ、出てきた、出てきたけど2枚出ちゃった。2枚でいきますかね、2枚読みしますか。はい、あ、はい、今日はですね、初めてアルカナ、大アルカナじゃないカードが2枚出てきました。小アルカナと呼ばれるカードです。一つはナインオブワンド、あともう一つがセブンオブワンドということです。ちょっと読ませてくださいね。はい、ですね、あなたはたくさん傷つけられてきた、そしてその傷つけられてきたがためにいろんな防御策を張って、防護策、なんかこう傷つけられないようにいろいろ自分でできる防護策をたくさん持っていて、でそれをたくさん、まあこのワンドを見てくださると分かるんですけど、9本のワンドがこうあなたの守ってるというか、この外敵が入ってこないように一生懸命こう入ってくなって感じで心を閉ざしている状態でありますが、それを自分の力で打ち下す時が来ました。そうやってその自分で立ててきたそのワンドを壊していきましょうというふうにこのカードは言っています。これがあなたのアドバイスになってくれることを願っています。はい、今日のタロットでした。あ、ちょっと待って、一つアドバイスを出した上でこれをあなたが遂行した上でどんな未来が待っているのかっていうのも一枚出していきたいと思います。これです、ポイン、あ、ナインオブカップ、ナインオブカップの未来がやってきます。なんかナインオブカップの意味とはちょっと違ってくるんですけど、この絵柄からしてすごくあなたに満ち足りた関係性ができるっていうふうに思いました。そしてこのナインオブカップのカードはとても幸せな状況っていうのを伝えてきているので、そして感情的に何かしらすごく感情的に満たされるという未来というのがやってくるっていうふうに言われています。すごくね、この絵だけはすごくな、こうラバーズみたいな恋人たちとかツーオブカップみたいな感じで受け取れると思いますね。なのでもしかしたら自分自身とのなんだろうね、自分自身との合体自分自身との仲直りとか対話とか、すごい自分自身で自分を満たすことができる風になるとか、そういう感じにも見えるし、あたまた新しい、実際に新しい関係
まあ、恋人が欲しい人は恋人ができたりとか、そういうなんかこうスイーツ、甘いっていう感じの関係性が結ばれるというふうに出ています。これ良かったですね。はい、ということで今日のダロットでした。もういっちゃね。